それでは臨時の記者会見ということで1点発表をさせていただきたいと思います。踊る国分祭5周年記念事業徳島2012第27回国民文化祭、まだ仮称でありますがの開催についてであります。まあ、平成24年度に踊る国分祭の5周年記念事業徳島2012、こちらを第27回国民文化祭として本県で開催することが、まあ、内定をしたところであります。まあ、我が国の最大の文化の祭典でありますこの国民文化祭につきましては、もう皆様もご存知の通り平成19年の秋、まあ、19年の秋ですね、まあ、本県におきまして第22回国民文化祭徳島2007として開催をさせていただきました。まあ、徳島らしさを出していこうということで踊る国分祭の名で、まあ、親しまれるとともに、ベートーベン大工アジア初演日本初演の地であるということ、また阿波藍の富が生み出しました阿波人形浄瑠璃阿波踊り、この4つを4大モチーフとして県下24全市町村で、また各文化団体の全国大会という形で実は展開をさせていただいたところでありました。そしてこの踊る国分祭、この開催でもって全県下の市町村はもとより、文化団体の皆さん、また県民の皆さんも阿波文化ってすごいんだっていうことを非常に実感をしていただきまして、この国民文化祭を行ったということを一過性に終わらすにはあまりにももったいないではないだろうか、これをさらに引き続くとともに発展をさせていってはどうだろうか、多くのお声をいただきました。まあ、そこで継続をしていくためにはやはり体制も必要であろうということで、文化立憲徳島推進基金を創設をいたしまして、この基金をもとに国民文化祭の4大モチーフ、こちらを中心とする徳島ならではの文化資源、これにどん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 磨きをかけていこう、そして文化といえば阿波文化と、全国できれば世界の皆さんにも注目をしていただけるような阿波文化の形成、それを作っていこう、進めていこうということで行ってまいりました。そして翌年の平成20年度はちょうどベートーベン大工アジア初演日本初演から90周年であったということで、ベートーベン大工の年としていろいろな演奏会を、また平成21年度につきましては阿波人形浄瑠璃の年として浄瑠璃100公演、人形のいろいろなサミットですとか阿波人形浄瑠璃、これにまつわるいろいろな新しい試み、ヌーベルバークという形でね、新しい波、フランス語でありますがね、その可能性というものを大いに探り、まあ、その結果この年にはパリあるいはウィーン、またサンパウロといったところから昌平公園の依頼も行われましたし、人形浄瑠璃がユネスコのアジア文化センターからなんと5カ国7事業を受けた賞の中で2つ取って、犬飼の農村舞台でこの国際的な授賞式も行わさせていただきました。そして今年度平成22年度は阿波藍の年、藍千、これを一つの標語といたしまして阿波藍未来系プロジェクト、過去現在そして未来的な発展へ向けての阿波藍、伝統芸能というだけではなくてこちらを伝統工芸としても再発見をしていこうと、国際色豊かに国際阿波藍 の研修会、まあ、こうしたものも行わさせていただいたところであり、いよいよ平成23年度、こちらがこの4大モチーフ一番大鳥を飾るこちらがよろずの民阿波踊りということで、阿波踊りの年にと、過去現在そして阿波踊りの未来、この3つをもう一度再現をしてその発展系を作っていってはいかがであろうかと、まあ、こうした形でこの4大モチーフがちょうど平成23年度で一巡をすることになります。となってまいりますと、これまで行ってきた、またさらにはこの4大モチーフ以外にも各市町村また文化団体のいろいろな活動盛んになってきた点について、この推進基金でもって支援をする、また3つ目の大きな目標目的というのは後継者育成、阿波踊りについてもまた人形浄瑠璃についても、例えばオープニングフェスティバルなどを飾っていただいた徳島交響楽団の皆さんの長年の悲願と言われていたジュニアオーケストラの立ち上げ、
まあ、こうした後継者育成といった点にも力を尽くしてきたところであります。まあ、そうした形でこれから我々としてはこの一巡をし、そして24年度は5周年記念事業として新たに国に対して、ただ単に文化団体の皆さんの文化の発表の場、あるいは交流の場という国民文化祭からさらに脱皮をして、一度行ったその地がさらにその文化に磨きをかけて、今度は街づくり、あるいは地域づくりといった観点でも文化を基軸にして、その地域がより発展をしていく、その起爆剤にしていこうということで、まあ、こうした点を提言を文化庁の方にこれまでもさせてきていただいたところであります。そしてちょうどターゲットとしては、この4大モチーフが一巡をする平成24年度に県のこの5周年記念事業と合わせて、これを新たな形での国民文化祭、つまり今まで国民文化祭をやったところでまだ一巡全部しておりませんので、2度目を行ったところっていうのは実はないわけであります。まあ、しかしこうした思い、また文化庁としての国民文化祭にかける思いといったものが合致をこの度いたしまして、平成24年度に本県のこの提言、これがまあ採択となって、これを第27回の国民文化祭としてまあ行ってみようという形になったところであります。まあ、こうした形で国民文化祭の新たな発展系といったものを全国で初めて徳島県が担い、そしてそれをお示しをしていこうと、この進化した四大モチーフ、これまでの後継者の育成、また各市町村文化団体、そうした皆さんのこれまでのご尽力、またその発展系といったものを国民文化祭という新たな形で全国の皆さんに発信をする、そしてできれば世界に向けても発信をしていきたい、まあ、こうした形で行われる第27回国民文化祭、まあ、これが徳島県の国民文化祭5周年記念事業として行うこととなったところであります。田口の方からは以上です。次は発表してもらえます。質問なさった今知事からも2度目の開催はない、2度目の開催のした件はないということですけど、これで間違いないという間違いない、はい、27回これまでの歴史の中で同じ県都道府県の単位で2度目の開催はない、わずかこう5年後での開催ということなんですけど、その辺についてはどのように感じてますか。やはり国民文化祭については我々徳島が行った時に、実は平山郁夫先生がその座長というかね、文化庁の座長で国民文化祭の委員会の、まあ、いわゆる文化、日本の文化を代表する著名人がずらっとこう並ぶ中で、やっぱり国民文化祭、これをもっともっとそのレベルの高いものにしていってはどうだろうかと、まあ、いわゆるその言葉が、まあ、いいかどうかわからないですけどね、いわゆるその学芸会にしてしまってはいけない、やっぱりそれぞれの地域文化っていったもの、その歴史もありますし伝統もありますし、それに磨きをかける形で総力として出していく場にやっぱりすべきだと、それをまず最初に第22回の国民文化祭の徳島でやってほしいという、実はご示唆をいただいてしまったんですね。うわこれ大変ということで、まあ、しかし県内の各文化団体関係者の皆さん方の総力を挙げてね、まあ、これを、まあ、東京の皆さんたちも含めて、いやこれはなかなかのものになったなと、実はそのような評価もいただいたところだったんですね。で、本県としては当然県内の文化の盛り上がりといったもの、これを一過性にやはり皆さんが終わらせるわけではね、べきではない、やっぱり徳島は文化なんだと、文化立県なんだと、まあ、こうしたお声をたくさんいただきましたので、大きな3つの目標ね、この徳島らしさを出したという4大モチーフ、阿波藍、阿波人形浄瑠璃、阿波踊り、そしてベートーベンの第九、さらには全24市町村で行ったわけですから、その後の市町村のいろんな文化活動、さらには各文化団体の活動そして3つ目としては、やはりこれを未来につないでいくということでは後継者の育成ですね、まあ、その後人形座が新たにできてみたり、あるいはジュニアオーケストラが誕生したり、
いろんな新しい試みが、また後継者育成という形でも具体的にできてきて、そうした皆さんが舞台を踏むと、まあ、こうした年次別進行型のね、こうした試みというのは当然文化庁というのは常にリサーチをしていますので、文化庁の方からも大変そのあたり、その国語祭終わっても一過性に終わるというのがほとんどだったんですよね。いや、徳島はどんどんそれを発展系で進めているよと、まあ、これは文化庁のいろんな事業に、我々女性事業がありますから手を挙げさせてもらうときに、今後の発展系というのをね、提案をこうどんどんしてますので、まあ、そうしたものが実は文化庁の思いと合致したということにつながったと思います。まあ、それだけにレベルの高いものを行うという期待がね、これまで以上にありますので、そうした意味ではもう一回原点に立ち返ってね、これまでの成果をさらに発展できるような、この国民文化祭5周年記念事業、そして国から見れば第27回の国民文化祭、まあ、徳島ということになりますけどね、これを行っていければと思っています。よろしいでしょうか。はい、今の、中で、まあ、前回のよりもさらに発展させた感じでやっていかなきゃいけないんですけども、そうすると、そのあれですよね、前回19年度やった時も県庁独立した課を作ったりとか相当な限りで準備をされてましたけど、やっぱり来年度のその実施にあたっても同じような感じのやはり組織みたいなのがやっぱ県庁の中で作って準備をしていくっていうイメージになるんでしょう。実はこれはですね、国分祭が終わった後に今いう事業を毎年行ってきて基金も作り、ね、そして体制をということで今文化スポーツ立憲局っていう局体制も作っているわけですから、当然その準備を行う国民文化祭、まあ、準備担当室というのかね、まあ、そうしたものを作るどれも当然考えるわけですけど、今の形というのはまさにそれなんですよね。という形でこれをさらに充実をさせていくという形で、ここで国分祭やることになったから慌てて何か作るとかこんなことではなくて、徳島としては逆に言うとそうしたことを、まあ、想定してるというか、ね、たまたま今回は国がその上に、いや徳島ぜひ国分祭としてやってほしいということが乗ってきただけで、我々としてはそれをどんどん発展させていこうと考えていた、その道筋をまさに具現化をして国がそれをしっかりと認めたということになるかと思いますね。じゃあそうするとまあ、ね、詳細は今後詰めるということだと思うんですけども、まあ、規模とか、ね、そういうまあイベントの中身としても今知事のまあ頭の中に描かれてるやつだとやっぱり前回並みぐらい、まあ、それ以上にやっぱり大きくもしていくという、はい、この国防さんの在り方っていうのは確かに今ご質問で2つありましたね。規模を大きくする規模論と質を高めるという質論と、この両方があるんですね。ただちょうど24年、平成例えば25年は山梨っていうのは先に決まってて、今日実は26年の秋田が決まったんですね。これはみんな初めて、で平成23年度は京都がやるわけなんですが、まあ、24年がそうした意味では空白になっていたというのが実はあるんですね。でこれも結局国民文化祭にお金をみんなでかけすぎるといった点が、その後の経済情勢大変厳しくなったといったことで24年がたまたま空白になってしまった。しかし面々と続いてきた国民文化祭、これに途切れが生じるという、これもまた大変な国としてはねことでありますので、まあ、そうなってくると国分祭の新たなやり方といったものをね、逆に徳島から提言をする、決してその規模だけを大きすればいいということではなくて、やはり集約をしたものの中にでもレベルの高いものを作っていくということを考える、そこもはどちらかというと我々に試されるというか、ね、つまり今後は徳島が24年に再度行う、そして集約型の、そして質の高いものを行うことによって、今度は他の地域がそうした国分祭をもう一回やろう、文化によって地域振興をやっていくんだと、まさに今回関西小池弁護が出来上がって、この観光文化の所管は京都府がやっているので、その京都が実は平成23年の国分祭初めて、京都が初めてやる、だそうした点を考えても、その翌年に徳島が、同じ関西広域連合の徳島が、しかも集約型のレベルの、まあ、より高いものを目指していこうということになるわけで、これは木を密にしたものということにもなると、まあ、相乗効果も期待ということですのでね、まあ、そうした意味では
前例のないことを徳島でやってみよう、まさに全国初の試みということになります。よろしいですか。はい、何点かありまして、まずこの4大モチーフの方ですけれども、前回の文才が終わってから、まあ、継続していこうということで立ち上げられたと思うんですけれども、その時にはこの、5周年記念の次回の国分祭をすることは想定にあったんでしょうか。最初のうちは当然それはなかったです、うん、っていうのはまず20年21、22、23とこれをずっとこうまずやって、その手応えというものをねしっかりと感じ取らないといけない。で20年のベートーベン来から始まって、その間に後継者育成というと新たな人形座ができるとか徳島ジュニアオーケストラができるとかね、新しい試みがどんどんできてきたということで、また例えば21年の人形浄瑠璃、こちらでは海外からの招聘公演ができるとかね、ユネスコから賞を取るとか、そしてまた新しい人形浄瑠璃というだけではなくて、これを能狂言と一緒にやらせてみようとか、あるいは西洋音楽と一緒にやってみるとかね、新たなそのコラボレーション可能性といったものもどんどん出てきた。そして今年度の22年愛の年、こちらではファッションショーで海外で評価をされるとか、あるいは海外からも徳島に来て、日本の徳島に来て、やっぱり愛っていうと徳島の、日本の徳島の愛だよねっていうことも再評価をされるということでね、また若い世代の皆さんに生活習慣として愛を、これはファッションショーということですもんね、やったんですけどね、美少女空間で、まあ、そうしたことを考えるとまだまだこれ発展させられることができるなと。そしていよいよ23年度、まあ、今年としては23年になってるわけで、阿波踊りで締めくくり大鳥になるわけですよね。となるとそろそろじゃあその全体の集大成どうするのって、ここで終わってしまったらこれまたあまりにももったいないじゃないかと。これだけそれぞれがどんどんパワーアップしてきてるわけです。まあ、県下の市町村の文化活動もね、団体の活動も盛んになってきましたし、ということであればここで5周年の集大成の事業を打ち上げたらどうだろうか、まあ、そうした形で実は文化庁の方にもいろいろな支援をね、当然先立つも言いますからね、お願いをしてきたと、まあ、そういうことになります。ちょっと分からなかったのが、その国文化庁の方から徳島さんにやってみてどうですかっていう話だったのか、徳島県の方からやりたいという志願されたのかっていう、どちらの構図ですか。もちろんうちの方から提言を、これはもちろん国民文化祭としてやらせてくれということではなくて、その5周年の集大成というものをね、ぜひ、そしてそれも5周年集大成で終わったらそれで1回ごっきりだから、それをまた起爆剤にしてまたステップを上げていこうと、そういうそのロングラウンドのものを少し提案をしていたんですね。そしたところ国がちょうど20年のはずが合うということで、そこを国分祭として、国も財政支援を思いっきりして国民文化祭として徳島にフリーハンドでやってもらうと、徳島の企画といったものを、これを新たなまさにチャレンジしてやってほしいということになったんですね。国分祭の5周年記念事業で国分祭をするというコメントですよね。新たな国民文化祭、その22年度、その25年度が決まっていて24年入っていたというのは、やっぱり自治体としてはやはり先ほど総社話されたんですけど、お金のちょっと話がで、なかなかそこに埋まらなかったという実情もあるんですか。やはりこれまで徳島、そしてその後が茨城、そして静岡とこう続いていくんですけどね、まあ、特に我々が行った年にその翌年過ぎの年って、だん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 どういったものを出していくのか決めていくんですよね。岡山県さんが大変厳しいと、まあ、私もその会議の前に出ていて担当部長さんが言われてね、最近大変その財政的にも厳しいといった話が出て、まあ、岡山は実際にやられたわけなんですけどね、まあ、そうした動きっていうのはやはり全国的にも広まった部分があったのかもしれないですね。となると徳島としては前回よりも少しまあ、お金をかけるみたいな感じなんですけど、新しい形というのを提案したいという、もちろんそこが集約型でレベルの質の高いもの、もちろん国の財政支援は得られるわけですので、こうしたものを最大限に活用する中でも、ただ規模だけを大きくするというものではなくて、集約型でしかもレベルの高いものをやっていくと、これがまた新たな提案という、あと数字的な部分で、例えば前回の国民さんで、まあ、事業であったりですね、まあ、経済波及効果ね、波及効果ですとかですね、そういった数字がもし分かっていて、次回に対してそれが試算というかですね、考えていることってあるんでしょうか。
我々はそこは前回は前回として107億っていうね、これは徳島経済研究所の皆さんが弾き出してくれた経済波及効果ということがあるんですけど、これを目指すということではなくて、やはり文化でもって地域の振興を、そして今なんといったって暗すぎるじゃないですか日本全体が、それを明るくしていく起爆剤がその文化になっていくんだと。文化が観光資源にもなりということはね、関西小池の部分が示そうということですから、まあ、そうした単なる経済波及効果とかお金をドカッとかけてやるとかそういうことではなくて、いわゆる新たな文化の文化を起爆剤としての発展系といったものを求めていくということですね。経済効果107億円という話だったんですけど、例えばあの観光した来店客の数ですとか、まあ、総事業費というのはあのデータ残っているので、前回の時には77万円、そしてここから出てくる部分消費活動というのが47億円、あと関係事業経費やなんかが大体60億と合わせて107億円というのが経済給付なんですね。てよろしいですか。まあ、コンパクトに主役型ということなんですが、やはりその阿波踊りとあの阿波と、まあ、四大モチーフが中心になるのか、それとも他の、まあ、いろんな文化があると思うんですけれども、そのあたりについてはこう検討されるべきじゃないのかなと思うんですが、そのあたりについては、まあ、今回国に5周年事業として提案をしてきたものっていうのは、やはりこの四大モチーフの発展系、ね、これまでずっとやってきたものについてそれぞれいい部分がどんどん出てきてますので、そうしたものをやはり四大モチーフは四大モチーフとして活用していく。ただその発展系といったものを皆さんに見ていただく、同じものをやるということではなくて、それから今言う市町村文化団体のやっぱりどんどん成長してきてるっていうところを見ていただこうと、さらには後継者育成といった点でね、新しい人形ができたり新しいジュニアのオーケストラが出てそれぞれの文化を引き継いでいく、おそらく23年度阿波踊りの年でやっていくとまた新たな可能性っていったのが出てくると思いますので、こうしたものを集約をして、そしてこれをこの今までの四大モチーフ順々やってきた平成に19年度の第22回の国民文化祭の発展系として見ていただく、そしてまたこれを起爆剤として徳島さらに文化立憲を進めていく、そしてこれを全国のまさにモデルしてもらおうと。そこに特化して特化して、ね、その他の、まあ、歴史あるこう伝統なんか、まあ、文化なんかそのあたりは今回は、まあ、取り上げにくいかなというところです。というよりも各文化団体とか各市町村、つまり県下県というのは24市町村分かれてますんでね、それぞれがこれまでこの推進基金や何かで支援を受けてやってきた点とか、あるいは場合によって独自に国の財団の支援を受けてやってきたものとか、そういったものは多々実はあるんですよね。そうしたものの中でそれぞれの皆さんがどうお考えになっているのか、いや過去やったからまたそれを自分たちとしても発展させたいよと、だからやはり全く新しいものというよりは今までやってきたその発展系より磨きをかける、全くチャレンジをしてないところに今度ね新たなチャレンジとかということではない、つまり今まで国民文化祭をやったところがもう一回やるっていうのは初めてっていうことで、そのコンセプトから見てもね、結局は一度やり、そして我々と磨きをかけてきた、それをさらにまた磨きをかけると、こういうボックステップ、いよいよジャンプの部分ということになるんですね。もちろんその中にはそういったその地域で培われてね、今まではもう伝統的な文化芸能があったのに廃れていた、でも国分祭の経験にそれをバンと出てきたと、でそれをずっと続けていて、それをまた今度と、これは当然ありにくと思いますね。事業費なんですが、2007年の時は大体14億円ぐらい、県費が12億円ぐらいということで、まあ、お金のかかる、そうですね、が今回の事業費ある程度見通しが立っているからその額と、まあ、国費がどのぐらい入られるのか、まあ、今は国民文化祭毎年大体、これはまあ国として新年度の予算取りができているわけではありませんのでね、まあ、大体国として案としてはまあ2億円というのが毎年の一つのベースになります。ただ今回一つ時間があまりないということがありますので、国分祭の場合にはその県独自のものをやるのと、
各その文化団体のやる全国大会をそこに集約するというのがあるんですね。しかし24年がしばらく空白ということがありましたので、すでに24年を違うところで全国大会をやるということを決めていた文化団体もきっとあるんですね。しかしこれを契機にそれを徳島に持ってこようと、まあ、それは当然カウンターパートとなる徳島の文化団体の意向にも左右される部分があるんですよね。そこは文化庁が直接やるということになっていますので、そこは少し従来と分かり、前はそれも全部徳島県でやった、それでそういう大きな金額になる。しかもこれは単年度でなくて、今の数字っていうのは4カ年の合計の数字ということになりますので、まあ、我々としてはまず平成24年度の事業といったもの、もちろん23年度にその思考であるね、プレーといったものをある程度やる必要がある。そうしないと完成の高い舞台というのはできませんので、そういったものを考えますが、24年度はこの国の2億ベースにする、もちろん2億は切ると思うんですけどね、その全国大会に流れるものがあります。それにまあこれまでの県の基金事業の分ですね、まあ、こうしたものを合わせてやっていくということになるかと思いますので、ただそうした意味では桁はだいぶ違うし、ただやるものがいわゆるその全体的に大きなものではなくコアですね。あと徳島が発展をさせてきたもの、これまでその延長線上、さらにホップステップジャンプをするもの、ここをやりたいというものですね。国からは2億円、まあ、約2億円入っているということで、はい、徳島県からはあまり持ち出しはないと。そうですね、極力今までの基金事業で毎年例えば4000万ベースでずっと支援してやっていってるとかいうのがありますから、まあ、それをどのくらいまでね出していくのか、またそれ以外の部分をもう少しやってもいいじゃないかということも、これから実行委員会を組んでね意見出てくると思いますので、あれもやらないこれもやらないというよりは工夫してやっていくと。ただ全体規模としてはその全国大会の部分とこう切り離して、もちろんそれで徳島でやる部分があって、それは国が直轄でやるということになりますので、基本的にはそれだけでも縮小というかね、圧縮になるということですね。他に最後言ってみて、そうですね、24年度の大体何月ぐらいとかっていうのは、はい、っていうのはもし分かって決まって、まあ、これまでもそれは秋ということになっていまして、平成19年度の時にはオープニングフェスティバルが10月の27日でありましたので、まあ、そうしたこの秋の時期ということになると思います。そこから前回はね11月の4日までの9日間だったんですが、なかなかこう平日の入りが悪いとかねいうこともあったりしましたので、そのあたり一体どういう形で開催をしていくのかとか、まあもう年から言うと来年のお話になりますから、法令ないかの抑えの問題もありますんでね、まあ、そうしたもので少し開催期間を少し伸ばしてもいいのかなと、まあ、実は平成25年にやる予定の山梨県もこの集約的にやるってなかなか彼らとしても難しいといろんなものね、かなりの期間を持ってやるという新しい手法を平成25年度の山梨はやるようでありますんでね、まあ、そうした点も参考にしながら、まあ、我々として一番やりやすい形でやっていこうと、そして効果のある形を取りたいと思ってます。時期的には秋、秋はやっぱり文化の秋ですからね。よろしいでしょうか。はいはい。